パンズズズパンブブブズルズルズルパンズルズルズルパンズルズルズルパンハフアイデア。もう甲冑は色落ちしなかったか。甲冑はね、洗濯機かけないからね。うん、なんちも剣道してた時さ、さすがに銅とかは洗わなかったもん。ポテト麺、あと道着は洗ったけど、さすがに、銅は洗わなかった。匂い染みついてそう。いや、剣道はマジでやばいよ。マジックさです。しかも団長さ、剣道を始めてちょっとしたぐらいの時に、貧乏になっちゃったから、そう、いろいろきっかけで、家も一瞬なくなったりして。だからね、あれな、小学校の時、6年間ずっと同じコテと面をしてたの。いや、これがどんぐらいね、やばいことかって、多分、剣道経験者ならわかると思うけど、その、小学校1年から小学校6年まで同じ面とコテ、もうね、ちっちゃかったよ。もう頭さ、これ小顔矯正かみたいなぐらいの。もうサイズちっちゃいよ。だって、小学校の時に何十センチ、やっぱさ、高くなるわけじゃん。何センチかわかんないけど。いや、大きさやばかったもん。大胸筋しかも、あ、今さ、ほら、今ね、ちゃんとどう、なんだろう、これフィットしてますけど、口ベール外そう。パッ。ね、剣道のさ、道っていうさ、技があるんだけど、道下手くそなやつがね、マジで、まあ、団長も悪いんだよ。もう団長も小6ぐらいで、その、大胸筋結構発達してたんよ。そう、発達してて、だからはみ出てたから、もうそこに当てられて、団長からすると、右側か、右側の方がちっちゃいんだよね。そう、右側、そう、打たれまくって、死んだ、細胞。大胸筋の細胞死んだ。もう本当に死んでる。いやーっていう感じで、大変でした。話を戻そう。そう。